この補選は結構注目ですね、増田さん。そうですね、この3つがね、実際統一地方選挙全体の議席数っていうのも注目されますけども、はい、同時に行われるこの3つの選挙でどういう形になるかっていうのも、やっぱり国政にね、子どもの政局に影響すると、野党がやっぱりそれだけ分散してしまうと、分散してしまうときついでしょうね、ということがもちろん当然野党の皆さんも分かってらっしゃるので、そこを最終どういうふうにこう一本化していくのか、はい、もしくはもうそこは、さあ始まりました選挙 .com チャンネル、私編集長の鈴木邦和です。そして今回もゲストは選挙プランナーの松田薫さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ行きましょう。今回のテーマはこちら、2023年注目選挙、衆議院議員補欠選挙ということで、昨日から2023年の注目選挙を挙げていますが、今日は4月23日投開票になりそうな衆院補選を取り上げていきたいと思います。昨年7月の参院選以来の国政選挙、今後の政局を占う意味でも注目を集めていますが、どうなっているのでしょうか。ということでこちらです。はい、千葉5区、和歌山1区、山口4区ということで、それぞれ、そうですね、千葉については薗浦さんの辞職に伴うもの、和歌山1区は、岸本さんの辞職に伴うもの、そして山口4区は安倍さんの、死去に伴うものということになっております。この補選は結構注目ですね、増田さん。そうですね、この3つがね、実際統一地方選挙全体の議席数っていうのも注目されますけども、同時に行われるこの3つの選挙でどういう形になるかっていうのも、やっぱり国政にね、そのまま政局に影響するという点で非常に注目なんですよね。これやっぱ特に和歌山と山口は今まさに区割りの、そうなんですよね、非常に難しい、ね、そうですよね、した10増10減の中でのこれも話と関わってくるので、本当だから今後の政局に関わってくる、特にこの選挙になりますよね、補選はね。そうですね、ただちょっとね、今のところ、なんだろうな、言い方あれですけど、嵐の前の静けさっていうか、ちょっと静けさを感じますか。10増10減の前にこの補選はひとまずこれでみたいな感じで決まってんのかな、なるほど、なんかね、そんなちょっと印象があるんですけど、まあ、それぞれちょっと見ていきましょうかね。そうですね、見ていきましょう。はい、千葉5区の補選ということで、まずいち早く立候補を表明されたのは国民民主党の岡野さんですね。いや、これはね、ある意味で野党からすれば、やっぱり自民党のね、薗浦さんが政治と金の問題で議員辞職をされたというところですから、非常にチャンスなんですよね。そうですね。で、そこですかさず国民民主党が動いて、岡野さんで、立憲民主党矢崎さん、共産党斉藤さんという形でですね、これは最終的に候補者調整するのか、まあ、でも候補者調整しないみたいなこともね、ちょっと言ってるん で最終どうなのか分からないです。いきなり野党が割れるっていう、いきなりこう野党から割れてって、そうなんですよ。で、自公はまだ決まってない、決まんないです。これからですね、どうなりますかね。維新はどうなるんですか。維新もまだ分かんないんです。分かんないんですか。はあ、ここで、自民党はね、当然立てますから、まあ、自公で一本化した候補、自民党公認候補を公明党が推薦する形になると思うんですけども、候補者選定をまだしていますという中で、令和も独自候補の擁立を目指しているという報道もありまして、令和がさらに立てて、維新が立ててということになるとですね、基本的には不祥事で、辞めた自民党の議員の補欠選挙なんですけど、当然また自民党の候補が当選する、野党がやっぱりそれだけ分散してしまうと、分散してしまうときついでしょうね、ということがもちろん当然野党の皆さんも分かってらっしゃるので、そこを最終どういうふうにこう一本化していくのか、もしくはもうそこはガチンコなのか、なるほど、ちょっと分かんないですよね。いやー、ここは結構あの注目な、そうですね、年末にだなという形で候補者が決まってきたっていう流れがありますので、自民党がね、どういう候補者立てるかっていうところあるんですけど、結構ね、こういう補欠選挙ってやっぱ苦しいんですよ。まあ、自民党は相当苦しいですよね。結構苦しいんですよね。だから古い話ですけど、自民党の関係者とか聞くとですね、
千葉7区で2006年にあった補欠選挙っていうのが、まあ、同じようにその選挙のね違反で、議員辞職した後の補欠選挙で、その時にはあの民主党の、当時の民主党のですね、候補者太田弾美さんが当選して、今大臣やられて斉藤健さんが負けた選挙っていうのがあったんですけど、2006年の千葉7区補選っていうのがありまして、それはやっぱりまあギリギリ勝てなかったですよね、自分がね。まだそれ2005年の郵政解散の後で自民党の全体の調子はすごく良かったんですけど、そういう形でやっぱり政治と金の問題ということで非常に印象悪くてですね、自民党が苦戦した選挙というのもありましたので、今回は基本的には逆風なんですが、自民党にとっては逆風なんですが、これは野党が分裂したまま行くのか、何かしら調整が入るのか、これはこう次の衆院選占う上でもですね、非常にこれ注目なんですよ。そうですね、今年衆院選があるかもしれないと言われている中で、そう言われてるから逆に共闘ができないっていうこともありますし、そうですね、まあ、本当にだからここの構図がどうなるか、構図どうなるか注目ですね。はい、ということで続いてまいりましょう、和歌山1区の補選です。こちらは、岸本さんが、まあ、県知事選立候補されて当選されたわけですけども、それに伴う補欠選挙ということで、自民党からはすでに、鶴保さんが立候補する意向を示したということで、党の公認候補として擁立する方向で調整に入りましたという報道になっています。これはちょっと私意外だったんですけども、このやっぱ和歌山といえばやっぱりこの衆議院の区割り変更で議席が減るという中で、そもそもで言うと、まあ、既にその現職の方も、2人いらっしゃる中で、3が2に減るので、1でまた新しい方立てちゃうと、これどうするんだろうなと。で、しかもあれですよね、まあね、世耕参議院議員がまた蔵替えをずっとこうやっぱり狙ってるんじゃないかっていうお話もありますけども、ね、やっぱりその狙うというその、ね、総理大臣を狙っていく上でということですけども、ね、そこでまた新たなこう方が立たれるというのはなかなかこう どういう経緯なんですかね、これは。いやー、これはね、正直ね、ちょっとね分かんなかったし、分かんなかったです、聞いたんですけども、まあ、一つはですね、和歌山1区って、知事になられたね岸本さんがもともと非常に選挙が強くてですね、2005年は負けてるんですけども、その後2009年からですね、12年14年17年21年と全部小選挙区で当選をされていて、でその間ですね、衆議院小選挙区では勝てなかったけども比例復活してた加藤さん、加藤博文さんという自民党の議員の方もいらっしゃるんですね、衆議院議員の方で。前回2021年は比例復活ができなかったんですが、加藤さんがずっと1区でやってきてましたと。で二階派の所属なんですね。で鶴子さんも二階派の所属なんですね。っていうことは、まあ、このこういう報道が出るっていうことはですね、これ私の想像ですけども、ある程度やっぱり二階さんの仕切りで、鶴子さんに行くっていうことが、まあ、加藤さんではなくて二階さん、あの鶴子さんで行くっていうことが多分ある程度なるほどまとまったんじゃないかなと。さすがにこれ飛ばしの報道ってことは多分ないと思うので、でも、まあ、23日の報道ですからね、カードさんではなく鶴岡さんになったっていうその調整だけでも結構まあ大変な話ですよね。カードさんどうするんですかね、カードさんどうするんですかね、比例復活ならずでね、やっぱり議席失われたので、まだね60歳になられてないぐらいの年齢ですからね、それこそまた首長にね移られるとかいろいろあるとは思うんですけど、まあ、ちょっとそこのね細かいところまではすいません、私も取材不足なんですが、いやいやいや、ちょっと分からなかったですけども、この間でもなんか世耕さんもあんまり動いてらっしゃるようには、まあ、報道ベースだとあんまり見えなかったんですけども、ここはまだ戦い時じゃないっていう感じなんですかね。いやー、そこら辺がね、知事選の流れからでいって、決着がついたということなのか、まあ、本当にこの補選に関してはひとまずね、流してということなのか、まあ、でもね補選で当然選挙区支部長になればね次も同じくってなりますから、そうですよね、じゃあここで実際にじゃあ調整するときどうするのと、まあ、そうなると多分比例の上位で優遇とかそういう話にね、なるほど、なってくると思うんですけども、ちなみにあれですか、岸本さんは、どういうスタンスになるんですか、まあ、もう県知事にはなられたわけですけども、そうですね、当然この補選に対するスタンスというのは問われると思うんですけども、いや基本的にはもう菅さん応援すると思います。ああそうですか。まあやっぱり今回のその岸本さんがね語られた流れっていうのは、やっぱりその自民党の中でいろいろ議論はありましたけども、自民党和歌山県連は当然二階さんがしっかりと押されたという流れがありますので、その中で野党系の候補をっていう形にはちょっとならないでしょうね。なるほど。だから
野党系で唯一自民党に本当に勝てる、岸本さんって非常に選挙丁寧にされる方で、うん、もう辻立ちから個別訪問から地道な活動をずっとされる、あの国民民主党の選対委員長もされてて、はい、その時代に私いろいろ意見交換させていただいたことがあるんですけど、本当にクラシックなもう中選挙区時代の自民党のいわゆる選挙に強いって言われてるような人がやってこられたようなことを非常に丁寧にやってる選挙に強い方だったので、岸本さんだから勝ててたっていうのがあるんですよね。だから岸本さんがもう知事になられて、しかもまあ自民党の応援も得てという形になると、ここに野党系で候補立てて1区で勝てるっていうイメージは正直湧かないんですよね。だからどうしてもこの我々のね言い方も、この1区に対してその野党がどうするのかっていう話が全然報道で出てこなくて、自民党内の10増10減含めた1減る和歌山でどうするのっていうところにまあフォーカスされてしまうので、なかなかねちょっと野党側が苦しいところですよね。そうですね、はい、まあ、ここもでも注目ですね。はい、そして最後が、衆院山口4区の補選ですね、こちらは吉田氏が立候補を表明されたということで、吉田さんはどういう方なんですかね。そうですね、吉田さんはですね、はい、もともと下関の市議さんですかね、自民党の、されていて、はい、で今回いろいろ報道を見てると、安倍昭恵さんですとか、はい、また安倍晋三後援会の会長からもそういった出馬要請、があって、まあ、それを受けてというふうな報道がされていますので、はい、まあ、そういう意味では、まあ、安倍後援会も含めて、信頼の厚い方だというところだと思うんですけどね。ここもでも、まあ、山口4区で仮に、まあ、当選されたとして、ただその後やっぱり4から3になるので、そこでどうなるかっていう感じですかね。じゃあそこがね、全く分からない。松田さんでも分からないとほとんど分からないですね。いや、これはね、やっぱりいろんな人に取材してても、まあ、結局憶測の話はいろいろ言えるんですけど、突き詰めて聞いていくと別にね本当に決まってないし分かんないっていうところがどうしても出てくるんですよね。そうなんですね。だから私もいろいろ聞いてみて、これは分かんないって言おうと思いました。なるほど。でまだその4分の3を調整するタイミングではないっていうことですよね。そうですね、もう少し先やと、そこ調整しなきゃいけないってことはみんな分かってるけども、今触らんとこっていう形で多分これも流したんだと思うんですよね。そういうことですね。まあ、どうすんだろうねっていう、ちょっとね本当に和歌山も山口もどうしてもこうね、世耕さん、林さんのね存在っていうのを参議院衆にくら替えするって、まあ林さんもされましたし、世耕さんはこれからっていうような流れでこう議席が1個減るっていうのはね、結構未知のゾーンですね。これはまたこの選挙区は野党がまあ今擁立について協議しましたが、具体的な名前上がっておらず引き続き調整進めるっていう、なんとなくこの書きぶりからもかなり苦しそうだなと思うんですけど、この書き方ってよくあるパターンは結局候補者あまり決まらず、共産党が候補者擁立したところに乗っかるとかですね、まあ、共産党系の市民団体の候補者をちょっと野党統一っぽくするとか、そういう形でこうガチンコの選挙戦にならない流れっていう感じなんですよね。なのでちょっと冒頭でね申し上げたんですけど、和歌山と山口は意外とその、まあ、盛り上がらないというか、そんなガチンコの選挙にならないんじゃないかなっていう印象がありまして、むしろ千葉がね、千葉5区どうなるのかなっていうね、これも含めてっていうところなので、はい、まあ、ただまだもちろん分かりません。ここでやっぱりね、衆議院の山口4区といえばもともと安倍元総理の選挙区ということで象徴的なところがありますから、はい、安倍政権に批判的だった立憲民主党共産党含めてですね、いろんな市民団体のところからこう勝てる候補っていうような、そういう思いも当然あるでしょうからね、ひょっとしたらこう激戦になるかもしれない、まだ分からないと思いますけど、はい、今のところはなんか意外とスッといくなっていう感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、さあ2回にわたってこの、統一地方選と、そして今年の地方選以外のですね注目選挙、松田さんにお伺いしてきましたけれども、衆議院の補選3つ、そうですね、一応あれですよね、日程は確定してなくて、この1票の格差の訴訟がちゃんと終わってからということなので、はい、見込みで4月23日、ね、投開票になりそうということですよね。はい、ちなみに松田さん、他にもし何かここで言っておきたい注目選挙もあれば。あ、
注目選挙ですか、はい、いや前回でも話したの でそうですか、今年はないかな。だからまあ本当補選のやっぱ千葉5区ちょっと気になりますよね。そうですね、構図どうなんのかな。いや千葉5区私もちょっとあんまり注目してなかったんで松田さんに教えていただいて、いやこれは構図どうなるかはね、うん、どっちにしてもここでまとめるにしてもまとめないにしても、うん、次の衆院総選挙に絶対影響するんですよ。確かにそうです。だから仮にまとめたけど負けたりすると多分、うん、また多分もう、ね、まとめて勝てば、ええ、また野党共闘の流れできるかもしれないし、うん確かに。でもそこでこうやっぱり維新が出てきて、うん、維新がやっぱり一定存在感を出すと、うんうん、また維新のこう積極擁立戦略がねさらに強化されるとか、うん、いろんな多分展開影響しそうなのは和歌山山口よりも千葉じゃないかなという感じがします。なるほど。ぜひ、皆さんもこの、今年のですね注目選挙ありましたらコメントで教えていただけますと幸いです。はい、というわけで本日はここまでとなります。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。松田さん、こちらの番組視聴者の方から今後立候補される方がいらっしゃいまして、ネット選挙頑張りたいけどどうすればいいだろうというご質問いただいてるんですね。おすすめのツールがあれば伺いたいなと思ってます。ネット選挙でおすすめだったらね、ボネクタですね。これはですね、なぜかというと、うん、ネット選挙今参考に投票する人ってね 40% 以上いるっていう言われてるんですよ。その中で何を見てるかというと、うん、実は選挙情報サイト、選挙ドットコムみたいなね、選挙情報サイトだったり、うん、ニュースサイトだったり、あとは候補者のホームページとブログ見てる人が多いんですよ。 SNS って確かにすごくこう効果がある面もあるんだけど、 SNS やってない人もたくさんいるんですよね。そういう人も含めてみると、実はホームページとかブログとか選挙情報サイトの攻略がすごく大事で、このボネクタ何が素晴らしいかというと、これ選挙 .com が提供しているネット選挙のツールなんですね、はい、なのでまず一番大きな理由としては、この選挙情報サイト内に言ってみたら自分のホームページを持てるようなものなんですよ。でさらにブログも書ける、はい、でブログに書くとそれが検索エンジンに乗りやすくなるっていうですね、これをやるだけでネット選挙を参考に投票している人の上位の理由を全部潰せる。ボネクタだけやっとけば、まずひとまずネット選挙としては合格点が出せます。なるほど。ちなみにこれ1年以上ボネクタ使っていただいた方の当選確率って 92.6% なんですよ。 92.6%、 はい、3ヶ月だと 80% 台に下がっちゃうので、はい、これ早く始めた方がね絶対得です。それこそ統一地方選挙に立候補されようと思っている方は、はい、早く始めた方がいいっていうことですよね。もういつやるの、今でしょ。松田さんの今でしょいただきました、はい、今の話ですが概要欄こちらにお申し込み方法ですとかそのあたりいろいろ書いてありますので、ぜひチェックお願いします。自分の手でチャンスを掴んでいきましょう。ということで皆さんご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。